ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチ劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチは2003年7月19日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第6作である同時上映作品は踊るポケモン秘密基地アドバンスジェネレーション シリーズとしては初の映画。今作からポケモンの引き換え券付き前売り券が発売。今作の場合、この券を買うとポケットモンスタールビーサファイアにジラーチを受け取ることができた。前売り券の売り上げは100万枚を超え、興行収入45億円と大ヒットを記録し、2003年の年間邦画ランキングでは2位の成績を残した。また、この作品から 映画の予告編で、ロケット団の武蔵、小次郎、ニャースが、劇場前売り券の宣伝をしている。舞台となったファウンスのモデルは、中国湖南省の武良源である。この作品から、ポケモン映画の制作委員会の名称、ピカチュープロジェクトの横に制作年がつかなくなり、以降は、ピカチュープロジェクトとして統一されている。また、TV シリーズを放送している、ネット局が、 プロモーション協力としてクレジットされるのも本作からであり、本作以降の予告ナレーションは山寺光一が担当する。けしを演じる上田裕二とニャースを演じる犬山犬子が自作から解明され、二人が上田裕二と犬山健士の芸名で出演する映画は本作が最後となる。また、ジラーチ役でゲスト出演した鈴木富子が 映画公開直前の7月7日に死去したため、今作が彼女の遺作となった。本作では、過去の無印映画作品のメインポケモンたちが登場する。なお、本作から海外での劇場公開が行われないようになり、ビデオスルートテレビ放送でのリリースとなっている。千年に一度、7日間だけ夜空に現れるという千年彗星がよく見えるポケモン遊園地を目指してきた。 サトシたち。着いた先は何もない平原で落ち込むサトシたちだったが、突然現れたトラックの集団があっという間に、巨大遊園地を作り上げる。遊園地の人気マジシャンバトラーとその恋人、ダイアンのマジックショーを見ていた時、マサトは、ダイアンの持っていた眠り眉の声を聞く。眠り眉の中にいたのは、ジラーチというポケモンで、千年彗星と同じように千年に一度、七日間だけ、 目を覚まして活動するという。マサトは7日間、パートナーとして、ジラーチの面倒を見ることに。しかし、ジラーチをバトラーが狙っていた。バトラーは千年彗星のエネルギーを集める実験に、ジラーチを利用しようとする。サトシたちは、バトラーの手からジラーチを守るため、ダイアンの運転する車で、ファウンスと呼ばれる地域に、ジラーチを連れて行くことを決める。ファウンスは、 バトラーとダイアンがジラーチの眠り眉を見つけた場所、すなわちジラーチの故郷であり、ジラーチが再び千年の眠りにつく場所である。やがてファウンスに到着したサトシたちであったが、そこでバトラーが待ち受けていた。バトラーはジラーチを奪って千年彗星のエネルギーを集め、グラードンを復元しようとする。だが誕生したのはグラードンの形をした巨大な怪物。 メタグラードンであった。想像とは全く異なる怪物が誕生したことに、あ然とするバトラー。さらにメタグラードンは野生のポケモンや、周囲の人々を、次々と捕まえて体内に取り込んでいき、ファウンスの豊かな自然を破壊していく。自身の過ちを認めたバトラーは、サトシとマサトにメタグラードンを倒す協力を求める。果たしてサトシたちはメタグラードンを倒し、ジラーチを、 再び千年の眠りにつかせることができるのだろうか。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。バドラーとダイアンは、後に2006年発売のポケットモンスターダイヤモンドパールプラチナにおいて、エリートトレーナーとして登場し、名前や対戦前後のセリフ、所有するポケモンも本作と同じものとなっている。劇場版では初めてオープニングテーマはなく、 移動遊園地の組み立てシーンにクレジットが流れる。月刊、コロコロコミックに漫画版が掲載された。作画は大内水軍。ありがとうございます。